ただいまよりイオン下越店閉店セレモニーを行います。本日までイオン下越店をご愛顧賜りました地域の皆様、本当にありがとうございました。また今日までイオン下越店を支え続けた従業員関係者の皆様、大変ご苦労様でした。イオン下越店は1982年に伊勢神宮チェーン下越店として開店以来33年半にわたり地域の皆様に支えられ営業を続けてまいりましたが、この度建物の問題及び施設の老朽化が著しく進んできており、本日をもちまして閉店させていただくことになりました。ご不便ご面倒をおかけいたしますが、近隣のイオン各店をイオン下越店同様にご愛顧賜りますようお願い申し上げます。ここでイオンリテール株式会社北関東新潟カンパニー茨城事業部事業部長川谷昭彦から皆様にご挨拶させていただきます。イオンの川谷と言います。どうも今日は、最後の最後まで、イオン下越店にお付き合いいただきまして本当にありがとうございます。こういう、 もう大盛況で皆さんが最後までいていただけるとはこれっぽっちも思ってなかったもんですから、これだけたくさんのお客様が最後まで、こうやって残っていただけることに本当に、感謝しております。この下越店は、当時1982年に、伊勢神チェーンの下越店として生まれました。でその途中ですねジャスコ下越店になって、で今イオン下越店として、33年の歴史に幕を閉じようとしています。実は私が入社したのが、当時のジャスコですが入社したのが、1982年全く私が入社した年にできたお店ということで私も非常に感慨深い思いがございます。このエリアでですね本当に長い間皆様の本当に温かい真心でですねここまでやってこれたことに本当に従業員一同私の誇るべき従業員が後ろに控えております。感謝でいっぱいでございます。私が長々と喋るより店長の元屋の方から皆さんと喋っていただければと思います。元屋店長よろしくお願いします。すいません、その前に道遊店の会長様から一言いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。事業部長さんの方からもお話のあったように、日本下越店、33年前、伊勢神宮、下越店として、誕生したわけですが、その中で、本当に長い間下越店の共有店をご愛顧いただきまして、大変ありがとうございます。まあ、一応どういう点を代表しまして一言お礼の言葉をさせていただきたいと思います。ただいまもありましたように33年間という長い間地域の多くのお客様にご支援ご愛顧を賜りまして誠にありがとうございます。この場をお借りしまして御礼申し上げたいこういうふうに思います。また日本様あるいは伊勢神宮様には一日も早くこの大盛況である下越店を再開していただいて、お客様とまたもう一度再開できる日を楽しみにして、いきたいと念願しております。その時はまた9倍以上のご愛顧をいただきまして、
盛り上げていただきたいと、こういうふうに会を考えております。それでは皆様のご多幸とますますのご繁栄を お祈り申し上げまして、甚だ簡単ではございますが、イオン下市店同友店会の一同の御礼の挨拶と会させていただきます。大変ありがとうございました。川上事業部長、そして同友店会長鴨志田平様、ありがとうございました。続きまして、イオン下市店店長元谷より皆様に感謝の意をお伝え申し上げます。お疲れ様。お疲れ様でした。お疲れ様。はい、イオン下市店店長元谷です。33年もの長きにわたりですね、私が最後の店長ということで誇りを持ってですね、迎えることができました。これも一重に地域の皆様、関係者の皆様、本当にありがとうございました。もう地域商店街の方とはですね、春には復興祭、夏には黄門祭り、秋には吉田神社の祭り、それで冬にはですね、だるま市とですね、地域の皆様と一緒に参加できてですね、本当にもう感動もひとしおです。今日もですね、この寒い中ですね、これだけのお客様が残っていただいてですね、本当に感謝しております。この度ですね、建物の老朽化ということで残念な結果になりましたけれども、またですね、新しく生まれ変わってですね、立て直せることをですね、こちらの方願いましてですね、また皆様とお会いできることを期待しまして、感謝の気持ちに応えたいと思います。柔道一同を代表しましてありがとうございました。元店長そのままでお願いいたします。最後に本町1丁目2丁目商店街振興組合代表理事大谷真一様より花束の贈呈です。ありがとうございます。大谷様ありがとうございました。ありがとうございました。お客様、名残惜しいとは思いますが、閉店式もまもなく終了となります。今一度33年のご愛顧に感謝の意を込め、お客様皆様にイオン下市店従業員一同よりお礼申し上げます。じゃあ一同礼、ありがとうございました。ありがとうございました。それではご利用扉を閉めさせていただきます。お疲れ、ありがとうございました。ありがとうございました。長くのご愛顧誠にありがとうございました。以上をもちまして閉店セレモニーを終了させていただきます。皆様、長い間誠にありがとうございました。ご案内をいたします。立体駐車場をご利用のお客様、向かって左側の扉から店内にお進みください。ご参列いただき誠にありがとうございました。立体駐車場をご利用のお客様、向かって左側の扉から店内にお進みください。記念品の参加券をお持ちのお客様、お店の入り口右側にて記念品をお渡しいたします。